皆さん、こんにちは。今回は高橋理央さんについてご紹介していきたいと思います。高橋理央さんはウェブサービス企業 FC2 の創業者でもあり、参議院議員選挙への立候補をしたことで話題になりました。そんな中、今年の11月に韓国から関西空港に帰国したところを逮捕されました。京都府警によると、高橋理央さんは米国の会社でしたことなので、日本の法律に違反しないと思っているなどと容疑の一部を否認しています。なぜ海外で生活していたのに日本に帰ってきて逮捕されたんでしょうか。その理由として挙げられるのは、青汁王子さんが高橋理央さんの住んでいるドバイに直接会いに行き話したそうです。内容としては、青汁王子さんがアメリカやドバイにいるんですかって質問に対して、高橋理央さんは帰ったら逮捕になっちゃうんですよって聞いた青汁王子さんは、とんでもないとこをさらっと言いましたよこの人って発言したのを X に投稿しました。日本に帰国できない理由は国際指名手配されているからです。高橋理央さんが指名手配された理由は、 FC2 がわいせつ物などの違法動画を公開したことにより、京都府警サイバー犯罪対策課などがわいせつ電磁的記録媒体陳列の容疑で国際海空港手配の手続きをしたことが理由とされています。国際海空港手配とは、対象者の出入国時に拘束するための手続きのことで、これが理由で高橋理央さんは今も日本に入国することができないからだそうです。ネットからの反応は、お母さんに会いたいから覚悟が決まったら帰るって言ってましたよねってなどのコメントがありました。その結果、今年の11月に韓国から関西空港に帰国したところを逮捕されました。京都府警によると、高橋理央さんは米国の会社でしたことなので、日本の法律に違反しないと思っているなどと容疑の一部を否認しています。そんな高橋理央さんには、実は日本に帰国できない理由があるそうです。高橋理央さんはどんな人物なんでしょうか。1973年生まれで、出身は大阪府茨木市です。現在はアメリカに住んでおり、国籍は日本とアメリカの二重国籍を持っています。高橋理央さんが結婚した嫁については、名前がミキということが分かっています。これはが、高橋理央さんがガーシーこと東谷義和さんと共演した際、嫁の話題でミキという名前を語っていたことが要因となっています。ただ彼の嫁であるミキは一般人であるため、詳しい情報はなく、顔写真なども公開されていません。高橋理央さんは FC2 をアメリカで立ち上げ、その後アメリカ国籍を取得していますが、実はそのきっかけとなったのが嫁のミキさんです。彼女は高橋理央さんよりも先にアメリカに帰化していたようで、結婚を機に高橋理央さんもアメリカへと帰化し、夫婦揃ってアメリカ国籍になったのだそうです。高橋理央さんと嫁ミキさんの馴れ初めについては一切情報がなく、どういった出会いだったのかは分かりません。ただ当時は FC2 を立ち上げ、順調に業績を伸ばしていたということもあって、それなりに忙しい時期だったと思われ、女性との出会いの場は少なかったと予想されます。高橋理央さんは結婚後に子供が2人生まれていることが分かっていて、当時は長男が17歳、長女が15歳だそうで、それなりに大きく成長していることがうかがえます。子供たちの写真や名前は公開されていませんが、実業家の子供たちということもあって、それなりにしっかりした性格の持ち主なのではないかと思われます。高橋理央さんの嫁ミキさんは過去に日本で不倫をしていたことが、ガーシーこと東谷義和さんの YouTube チャンネルにて暴露されていました。そのため、この暴露をきっかけにガーシーは嫁ミキから嫌われてしまったようですが、高橋理央さんは嫁の不倫も知っていたようで、高橋理央さんはそれほど気にしていなかったそうです。ガーシーこと東谷義和さんが暴露した嫁ミキの不倫相手については、日本にいるホストと暴露され、さらに過去には一度彼氏からボコボコにされたこともあるそうです。この時は
友人たちと一緒に彼氏が働くホストクラブへ足を運び、その際彼氏が不在だったことで別のホストを指名し、その後遅れて彼氏がホストクラブへ出勤し、そこで南別のホスト指名してんだよと激怒し、ボコボコにされてしまったそうです。高橋理央さんと嫁美希さんの2人はすでに離婚していることが分かっており、夫婦関係は終わっているようです。離婚したのは2022年7月9日のことだそうで、実家にいる母親から一方的に離婚届が提出され、受理されたことがツイッターで明かされていました。嫁美希さんとの離婚について高橋理央さんはその原因を、好き勝手してるししゃあないと語っており、自身の身勝手ぶりが理由だとしていました。彼曰く選挙への出馬や YouTube での活動などは嫁には一切相談もしていなかったようで、さらにガーシーさんから過去の不倫も暴露されていたため、我慢の限界だったのではないかと思われます。ちなみに子供の親権は嫁美希さんが持っているようで、子供たちは彼女と一緒に日本で生活を送っていると見られています。今後は夫婦の財産分与や離婚の慰謝料や子供の養育費などをめぐって話し合いが行われるのではないかと思われます。そんな高橋理央さんは実業家として大きな成功を収めていますが、実は高橋理央さんの実家もお金持ちだそうで、関西では人気の花屋チェーン店を展開しているのだそうです。実家のチェーン店は関西で40店舗ほど出店しているようで、家族揃ってやり手の実業家であることがうかがえます。アメリカのシトラスカレッジ大学を卒業後、1997年に高橋理央さんが27歳の時に FC2 を立ち上げ、2年後に会社を設立しています。 FC2 とは動画配信サービス、レンタルサーバ、ドメイン、ブログ、チャット、掲示板、日記、SNS などのウェブサービスを提供している企業です。日本でも名の知られる企業ですが、本社はアメリカにあり、アメリカ法人の企業です。1999年7月に設立され、設立当初から2008年までの CEO を高橋理央さんが務めていました。インターネット関連メディアのインタビューによると、高橋理央さんは弟の高橋ひとぶみさんと2人で中心になって会社を運営し、2006年の時点では正社員17名の小さな会社だったといいます。その後、自由度の高い動画配信サービスの利用者がしたことで会社が大きくなり、高橋理央さんは CEO を退いて支配株主になりました。高橋理央さんの後任は2009年からモーリス・バノン、2012年からランス・ボルフ・カーネス、2014年からはデレク・ジー・ローリーが代表者を務めています。 FC2 の特徴として、アメリカ法人であるため各種サービスに日本法が適用されず、誹謗中傷やわいせつ画像動画などの不適切なコンテンツが多数アップされてきたという歴史があります。そのため利用者数が多いにもかかわらず、犯罪の温床と言われることもある。サービスを提供する企業としても知られています。その後10年間代表取締役社長として会社を運営してきましたが、2009年にアメリカ人に経営権を移しています。アメリカ人へ経営権を譲渡してからの仕事は明かされていません。過去には2022年の参議院議員選挙へ出馬をしたことで話題となりました。それまで表舞台に出ることのなかった高橋理央さんが、なぜ参院選へ出馬したのでしょうか。出馬した最大の理由として、高橋理央さんは母親に会いたいと明かしています。高橋理央さんには逮捕状が出ており、日本に帰国したら逮捕される可能性が高く、日本で暮らしている母親に長い間会えていないそうです。日本では政治家になると不逮捕特権が得られるため、日本に帰国して母親に会えるという期待がありました。ちなみに高橋理央さんが選挙に出馬した際に掲げた公約は、国会議員としての6年間の給料と YouTube の収益を全て児童養護施設へ寄付すると、 AV からモザイクを廃止するというものでした。高橋理央さんは FC2 の代表をしていた頃に莫大な資産を築いているため、お金目的の立候補というわけではありません。
そして AV のモザイク廃止とは、国の税収や権利団体の収益を大きく上げることにつながるという考えでした。選挙の結果、残念ながら当選とはなりませんでした。今回は高橋理洋さんについてご紹介しました。 FC2 の創業者でありながら国際手配が出された上で海外に住み、母親に会いたいために日本に帰ってきた時に逮捕されたようでした。家族の愛は行動に移すほどいいものですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。